いきましょう、松井しげる先生です、どうぞ。はい、よろしくお願いします。どうも、どうぞ。まだ早速皆さんね、もうすごくないですか、今日。はい、ありがとうございます。いやもう生松井しげるですよ、皆さん。ほら、もうカメラばっかり、もうみんな写真ばっか撮ってますから、これ。もういいよ、これ。もういいよ、これで。じゃあ、座って落ち着いて喋りましょう。はい、はい、今日も松井さんやから、椅子ばありがとうございます。そうね、膝が痛いんで。膝が痛いんで。いやいや、でも本当にどうですか、ちょっと下関は あれでしたけども。そうですね、ちょっとコンディションは今良くないんで、はい、ちょっと手こずってるんですけど、ね、手こずってますか。いや、でもこの後まだ G1 戦も続きますから。そうですね、まあ我慢して走ります。我慢して走ります、はい、いやでも本当にもう松井選手といえば、もうこの隅田のグランプリはもう絶対的な、まあそうですね、自分でもまあ出たいから、まあちょっと膝痛いんですけど、もう我慢して走ってるんで。膝が痛いんですよ。はい、まあ出るために走ってるだけなんで。いやいや、もうすごいですよ。でも膝、やっぱり膝がきますか。今ね、ちょっとコンディション悪いですね、実際。はい、でも膝は痛いですけど、この間フォークの時間見てくれました、皆さん。包丁作りに行ったんですよ。包丁を使われたんですよね。使いましたよ。使ったんですよ。やっと松井選手が人生で2回目の包丁を使ったんですって。何作ろうとしたんですか。ラタトゥーユ。ラタトゥーユ、おしゃれすぎて、ほらもうおじさんとか知ってます。僕らの人知ってる。ラタトゥーユ知ってますよ。ラタトゥーユを作ろうとしたんですよね。そうそうそう、それのために野菜を切ろうと思ったんですよ。そうそうそう、なんでナスビ切ってた。ナスビ切って、ナスビ切って、初めての包丁どうやったんですか。まあ輪切りで、まあ切ってたんですけど、こうやって切りますね、はい、じゃあ、切ってる最中からそのナスビが全部下に全部落ちるんですよね。2回目の包丁やから、まだね、切れる感覚分からへんから、ナスビ切ってたらナスビが落ちてしまうんですね。全部落ちてしまう。はいはいはい。あ、これは切り方あかんねんなと思って、そのナスビを取りに行こうやって、はい、落ちたやつ。そうですね、うん、じゃあ、その右手で持ってる、ここはマイクが包丁みたいな、包丁はいはい、じゃないですか、はい、そうしたら左手をピカッていって、包丁に当ててしまって、2回目の使った包丁で自分で指切ったんです。イラタトゥーユができました。イラタトゥーユができる。それトマトペーストですから。ちょっと本当にお願いします。その包丁作って怪我されたらもうシャレにならないんで、責任問題やめてください。それ責任ですよ、もう絶対。いやいや、戦外。なんで自分にそんな、これ迎え損害賠償するから。損害賠償やばい。ボートの時間終わった、もうこれで最終回を迎えます。いやでも気をつけてくださいね。はい、まだチャレンジしませんよ。いや大好きなんで、何これから頑張っていきたいと思います。料理を、料理2回目ですよね。でもだからこれから頑張ります。でもその前はタイのカラッパッチョを作ったんです。薄切りね。薄切りはできたんですよね。できました、それは。薄切りはできたんですよ。できたけど、夏に夏にだけはできたんですよ。どうしたらいいんやろ。タイの方が難しいと思いますけどね。まあまあ、まあ、そんなことより、まあ、今日はですね、ナイターグランプリということで、ナイターグランプリトークショーなんですよ。はい、こうやってテーマが決まってまして、はい、テーマに沿ってトークしていこう。はい、2回に分けてですから、まず1つ目、はい、ナイターグランプリというテーマが出ました。ナイターグランプリになればどうなんですか。ボートレースにとはやっぱりグランプリがナイターになります。いやー、どうですかね、まあ、はい、盛り上がってくれたらいいなと思うし、はい、うん、まあ出たいなっていうのもあるし、はい、どうでしょうね、まあ、どうですか、やっぱり昨年こう家で見て、はいはいはい、グランプリを、うん、久しぶりにこう家で見た感じ。久しぶりっていうか、まあ、初めてですか。初めて、あ、グランプリってこんな感じなんだなっていうのを冷静に見たわけです。初めて感じましたね。感じて、はい、やっぱそこには痛いなっていう気持ちが、いや大したことないなと思ったんですよ。ええー、いや今まで、はいはいはい、やっぱ中に入ってるんで、やっぱもうテンションも高いし、はい、もうすごく緊張もするし、はい、でもなんか別にそこまで思う必要ないんかなって。ほう、逆にね、いいように思ったよ。いいよ、いいように思ったよ。いいように思って、ええ、あ、自分はそこまで思わんでもよかったんかなって。おー、うん、もっとリラックスして、はい、走ればいいのかなっていう風に感じた。はたから見て、うん、冷静に見て、そうですね。おー、もう今までなんかもう前がもう視野がなんか狭くなるような感じだったんですよ、ね、グランプリって感じの、
そうそう、ホールドのやつで、それをなんか家で、まあ、初めて経験して、はい、あ、そこまでじゃないなっていうふうに思えたんで、まあ、いいですよね、いい、いい、そのなんか、そうだ、悪いように言うたら、そうだよ、なんか、いやいや、でもこれ、やっぱり俺、いなあかんなっていうのは感じました。いや、そのために選手はやってるんで、ね、でナイターですよ、ナイターになったら、やっぱりもうまた、ちょっと違いますよね。雰囲気、そうですね、まあ違いますね、まあやりにくい、まあ個人的にはやっぱやりにくいと思うんですよ。やりにくい、やりにくいですね。まあそのナイターになるとやっぱりスタートも難しくなるし、はいはいはい、まあいろんな意味で難しくはなるんですけど、うん、まあでもそれもみんな一緒の、もう一緒の条件ですか、条件ですからね、はい、まあだからそこは割り切って勝負したいなと思いますけどね。でもあそこの年末の、要は12月の賞金王のグランプリの時のナイターって誰も経験してないわけだもんね、この水面を。そうですね、まあ多分相当寒くなって、相当寒いです、あの寺の調整とかも、はい、本当に残りの30分とかで多分気温とかもグッと上がるんで、まあ、そこまで計算して戦わないといけないじゃないかなっていう気はしますけどね。そういうことですね。だから要はそこの気温差はまだ何も経験がないので、ですよね。まあ年末じゃないですか、それで残りの30分で多分相当変わると思うんです。いや、だいぶ変わりますよね。夏場の昼と夜ってあんまり変わらないんですよ、あ、逆に言うと、うん、はいはい、でも冬場はやっぱもう全然違う、全然違います、全然違う。我慢通りなのが冬やってるじゃないですか、はいはい、めちゃくちゃ寒いからむちゃくちゃもう夜12レースだったらもうむちゃくちゃ寒いってことですね、はい、でそれをどこまでこの隅の絵で計算して調整できるか。そうですね、まあで隅の絵が水面が硬いので、はい、ガマゴールが柔らかいんですけど、ここは硬いので、その寒さが多分すごく難しい調整になると思うんですよ。でも松井さんがそこまで言ったらもうわけわからないですよ、こっちは。でみんなだからそこはもう未経験じゃないですか、はい、うん、ということはそこをしっかりと初日から冷静にファンの皆さんも見ていかないといけないという。そうですね、まあ、あんまり新聞を信用してもね。え、ちょっと待ってください、新聞は信用してもよくない、どういうことですか、どういうことですか、新聞を信用するの。いや、コメントは信用していいから、新聞のコメントは自分の見た目で判断してください。自分たちがちゃんと冷静に見た目で判断するのが一番の基準ですよね。そうですね、新聞のコメントちゃんとね、参考にすることはしてくださいよ。ただ、自分の目が一番、あれはでも前の日や、前の日や、前日の終わった時にこうやって聞いてますもんね。でも嘘は書いてないですからね、嘘も言うてない、嘘も言うてないですし、聞いたことをその切り取って書いてるだけですから。だけど皆さんもね、自分の目で確かめるのがいいということは本庁に来た方がいいんですよね。そうですね、だから展示とか、はい、しっかり見ていただいて、そこを参考にして好きな選手から買ってください。そういうことです、だからもう本庁に来るのが一番です。自分でも見れるし、だから間の時間皆さん あれですよ、もうご飯食べるのもいいですけど、焼きそば買ったら外で食べるんですよね。自分展してたら大事ですよね、もちろん。そこを見てほしい、そこを見てほしいとね、そこを見てほしい。松井さん今日3回目で試運転ってなったらね、膝が痛いけど頑張ってるなみたいな、あら、そっち膝が痛いけどまだ行くでっていうね、そこをみんな見てくれということですから。さあ、ということで松井選手、こんなとこ通してありませんね、はい、皆さんは今から写真撮影でございますから、はい、この後はまた深い話を2個もっとやるよ、もっとやる、もっとやりますからね、皆さんぜひお付き合いください。ということで松井しげる選手でした、ありがとうございました。さあ、ということで、それでは早速呼び込みましょう、松井しげる選手です、どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まだ、ガラッと変わりました。なんだ、変わりましてほんまに、みんなもう、整理券制になってますので、入れ替え制です。なるほど、はい、もう本当にこれは、いや、でも本当にもうかっこよすぎて、みんなのなんかもうええって、いや、本当に裏でももう、だって関係者も写真撮りたいっていう、いや、もうそんなんあんまり苦手やから苦手な言われ慣れてないから、よく言いますわ、お前言われ慣れてるんですよ。だから座ってください、どうそっち座るんですかそっち座るんですか、急に座って、こっち急にほら、こっち座るの、みんなこっちで待ち構えてるのに、やっぱりこれのが落ち着くわ
ホームスコーン。ちょっと先落ち着けんな。あ、じゃあこっち座ってください。すいませんね、なんかね。僕で、あ、そっちから見えるからね。こっちでも持ってくれないよ。さあ、ということでね。テーマがございまして、やっぱ令和最初の、グランプリでございますから、ナイチャーグランプリということで。はい。まずさん、じゃあこれいきます。最大のライバルって来てますけど。最大のライバルのライバルだろう。それは賞金王とかっていう意味で。そうです、もうグランプリに関してのグランプリでの最大のライバル、まあ全員ですけど。難しいですね。難しいな、はい、そんなのなんかその説その説でやっぱ変わってくると思うから、ね、いや、そりゃそうですよね。で、演技を聞くし、はい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 、それなので、まあちょっとそこは分からないですけど、まあ自分の膝なんです。まあ自分の膝自分自身じゃなくて膝膝自分自身の膝です。皆さん、膝との戦いです。膝やっぱしんどいじゃない。膝痛いね、今。痛い。どっちがいいですか。右が痛い。右です。よし、何がよし、何がよしか、何がよし。右大丈夫です。蹴るやろ。蹴らないですよ。そう、王者蹴ったらえらいことになりますよね。いや、それなんかやっぱやるんですか。何あの整体に行くとか。ああ、そんなんはでも結構やらないと全然ダメなんですけど、はい、落ち着かないかな。あ、もうそんなんじゃ落ち着かないですね。もう蓄積ですもんね。まあ筋力疲労ですね。ああ、膝だけですか。膝だけ。あ、膝だけ。腰は大丈夫。大丈夫。だから痛いところが一つ出たら他のところは治るから。へえ。あ、腰が痛いだけ。腰両方はないです。ない。どっちかなんですか。絶対痛いところが一番あの気になるから。痛いを忘れるっていう。あ、うん、痛いのは痛いよね。それは絶対に。そうそう。でも忘れてしまうんで、だから一箇所。一箇所。はい。だから右膝が今やばいです。だから12月のライバルは右膝です。はい、そうですね。ここにいる人しかわからないですよ。はい。誰にも言ってないんで。誰にも言ってないです。いや、すいません。え、他は特にやるやつもね。もう選手って言うたらもうそんなん分からんぞって出て、誰にも言ってないから。誰にも言ってない。膝が痛いのは誰にも言ってない。これでバレましたよ。いいよ、全世界にバレてますよ、これネット放送ですから。いやいや、まあまあそれはそれ大丈夫ですから。またそんなんもういいで、長年やっててやっぱ怪我して出る時もあるわけじゃないですか。そうですね、まあ本当に骨折れて走ったこともあるし、はいはいはい、だからもう、うん、まあその中で全力で頑張るだけなんで、はい、それはもうしょうがないですよ、はい、着物ですよ、はい、そういうことです。じゃあ、まくいっていいですか。令和初代の賞金王。でもやっぱ令和最初という、この令和になって、いつでも賞金王になりたい。そういうことです。令和とか関係ないんだよ。関係ない。なんでこれを用意したんだよ。俺が悪いみたいじゃないか。ねえ。僕は言ったんですよ、みんなに。そんな令和ないわ、つって。でも、まあ、いつでも取りたいですもんね。いつでも取りたいですから。頂点とかになります。もうだって、もうあの感覚は、もうあのレースでしか味わえないんで。ああ、はい。やっぱり場内の雰囲気ですか。まあそれも含めて、はい、自分のその芯から出てくるアドレナリンっていうのは勝った時の嬉しさも分かってるし、はい、うん、やっぱりもうあそこは見たことないやんか、ほとんどの選手が。そうですね、あの連続で取る人が、うん、じゃないとやっぱり分からないことですよね。取った人間しか分からないから。そういうことです、うん、まずはグランプリを取って初めて分かって、そうそう、連続で取っていけばやっぱりまた、そうですね、これやっていうのになるんですか。そう、これやっていうのになるんですよ。だから今も我慢して頑張れる。急にあれですよ、取った瞬間じゃやっぱりその時は痛くないじゃないですか。アドレナリン出てるから。そうですね、レースの時は。そうですね、ゴールしてどの辺で出るんでしょうね。え、もし優勝したら痛いくらい、優勝したらどこに痛なるんですかね。やっぱ表彰式出るぐらい。みんなもう足引きずってるやんね。引きずってる。引きずって出てきたらもう痛かったってことですか。いやでもすごい盛り上がると思いますよ、やっぱナイターで人多いですし。そうですね、いつもあの夕方ぐらいになったらスタンドがやっぱ人で黒くなるわけじゃないですか、結構。はい、それどう映るんですかね。いやでもその中で、はい、僕のタオルとかさ、そういうのが結構出してくれてるのがあるんですよ、そういう感じで、うん、はいはいはい、すごい見えて見えるんですよ、皆さん。あの結構逆に緊張する。え、緊張するのかい。いや、嘘ですよ。ちょっともう力になります。あ、俺のファンが一番多いなって。え、一番数えてくるんですか。数えてる、1、2、3、3みたいな。もうちょっと、もうちょっと多いです。多いかな。
いや、ぜひ、だからグッズとかもそういうのはやっぱ嬉しいですよね。めちゃめちゃ嬉しい。昔はやっぱりもう全然もうね、ずっと長年ですから、そういう時代を超えてこの時代ってまた全然違うじゃないですか。そうですね、今のこの貧弱になってる僕を応援してくれてるというのは嬉しいかな。いや、すごい。だからみんなそれを持ってってちゃんと声援を送った方がいいんですよ、王者ドットコムでね。はい、はい、王者のサイトで、はい、で T シャツとかも。でもあ、冬やから寒いですから、ちょっと T シャツはもう無理ですね。まだそうですね、まあそんなんじゃなくてね、まあ、いろんな方法があるよ、ね、方法があるんで、はい、でも本当にこのやっぱりなんていうんですか、住み台でこんだけやっぱりグランプリで泣いたなんてファンの皆さんも多いですし、今またファン層もちょっと変わってきているじゃないですか。そうですね、若い人も多いですし、だいぶ変わりましたね、本当に。はい、もう入り待ちとかもすごいですよね。はい、僕苦手ですけど。なんで苦手なんですか。はい、いや、苦手なんですか。大体みんな知ってると思うんですよ、ええ、僕が苦手やってます。いや、まあ苦手なのは分かりますよ。でもやっぱり一目ね、王者を見たいっていう人がこう来て、苦手なんですよ。苦手なんです。苦手はもうすぐ奥まで入ります。だから選手紹介に来てください。選手紹介はいいですか。いや、得意な人がやったらいいの。得意な人は、でも選手紹介は花束プレゼントは、いや、ミネとかやったらいいんじゃん。ミネとかやっちゃう。俺がミネちゃう。ミネは大丈夫です、すぐ行きますから。好きやから、ね、好きやから。僕嫌いやから。嫌いやからさ、やっぱそういうのはね、好き嫌いあるから、ね、好き嫌いあるんですよ。でも花束渡すときはファンの人も緊張しますからね、松井さんのときは。ああ、なんかそれね、ええ、あの結構僕も緊張してるんですよ。だから本当ですか。いや、本当に、いや、ええ、あ、すごい嬉しい。はい、はい、あの、なんていうかな、その人の立場を考えると、ええ、まあ、緊張するであろうなって思うし、思うとこっちもちょっと緊張する。緊張します。もうだからあの皆さん本当にあのね、松井選手の時は花束プレゼントすごい並ぶんで、ちょっとの時間ですけど、お互い緊張してるということで。苦手なんです。苦手なだけなんですね。松井さんちょっとなんか機嫌悪いかなとかじゃないですか。苦手なだけ。それは全然ないです。ないですよね。全然ないです。その時は、はい、ありがとうございますという気持ちで。もちろんです。どうします、こんだけ膝痛いよりは次からサロンパス増えたらどうするんですか。そうですね。そうですねじゃないですよ。今までなんとなくなんかね、ボディーソープとかなんかもういろんないいもんもらってたの、急にサロンパス。何がいいのがあれば。サロンパスの種類でもこれは効くぞと。よろしくですか。あれば自分が知らない可能性があるんで。そりゃそうですよ、はいはい、全国津々引きますよ。ちょっと待ってください。最高に嬉しいな。松井ファンが急に全国津々浦々のサロンパスを探しに行きますよ。ねえ、そういうでも探してあげたいでしょ、みんな。もうめっちゃ効く塗り薬。膝どうします、急にかぶれ出した。結構僕、あの短パン履くこと多いんで。あ、そうですよね。あのみんなにかぶれてるの見せたんですよ。誰かのせいでかぶれましたらないですよ。さあ、ということで松井選手、最後になりますが、ファンの皆さんに、はい、グランプリの意気込み、そしてもう季節はね、まあ、平和さんですから。そうですね、皆さん、ちょっと一言お願いします、はい、あと、まあそうですね、賞金を出るためにあと2ヶ月ですか、はい、まあ阪神も6連勝して手術ね、手術しましたし、はい、あの奇跡を僕も起こしたと思いますので、あの皆さんご声援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで松井茂選手でした。ありがとうございました。